どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活する物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在9月の6日 DeNA 戦、いやーということでね、現在1位なんですけれども、前回の動画からね12試合飛ばしたんですよね。はい、で12試合中10勝したんですよ。すごいじゃないですか、コンピューターは。コンピューターはねコンピューターはすごいんですけれども、それでも広島というほど差が離れてないっていう、12試合やって10勝してさ、あんま差が離れないってやばいっすよね、広島の勝利ペースもいや、あの僕が操作するとき以外結構コンピューター勝つんですけれども、それについてくる広島もやばいなと思ってね。いや、パリーグとだって10勝差よパリーグの1位と10勝差でさ、いやちょっとこれはハイレベルだな、随分とその代わりちょっと回がほんと離されてる感じですね。でまだ23試合あるんで、まだ逆転はあり得る位置ですよね。まあ、なのでちょっとね、横浜戦勝ってたらいいなと思ってます。はい、ということでじゃあやっていきましょう。いやほんとちょっとね強すぎる。さあ田口さん10勝乗りましたね、おめでとうございます。さあま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 あ、できればね、5割超えしてほしいっすね、勝数ね。そして原田さん、まあまあまあ素晴らしい。けどちょっと防御率が跳ね上がってるかな。 1.12 で跳ね上がってると言われる山本由伸さんもねとんでもないんですけれども堀野さん、でもちょっと体力戻ってねえんだよな。ダルビッシュさんいいですね。この2人あんまり体力が戻りきてないな。そして堀田さん、戸沢さんすごいな。マクガス、ちょっと2人スランプいんのつらいな。いいねいいねいいね、すごいな。そして中川さん素晴らしい。ちょっと堀田さん下げるか。堀田さん下げてどうすかな。中継ぎできる人って残ってる、まだもう中継ぎ適性ある人はみんな投げてるんだよね。もう大沼さんぐらいか。ちょっと大沼さんあげよう。先発出ないと、多分中継ぎ出ないと使う機会ないよねはい、そしてどうしましょうか。他に変える人はいないかな。今日は堀野さんどうしよっかな。体力がな戻ってないんだよな。堀野さんお気に出しな。ただマックス144キロのさ、まあ特別速くもないピッチャーが不調状態で投げるととんでもなく打ち込まれそう。もう未だにあの名古屋ドームで投げた試合のねトラウマがすごいからね、開幕戦なんですが。そして打者の方ですね、勝見さん打率が下がってますね。前回2割7分1厘ぐらいだったと思うんですけど、青山さん、まあいつも通り、まあ変わってないね。おお素晴らしい、30本乗った。なんかあんまりホームランペース変わってないね。なんか途中まで2割9分8厘30本めっちゃ速いペースでいったからすごいなと思ったんだけど、打率は下がるしホームランちょっとしか増えてないし、まあ調子が戻ったってことなのかな。そしてハンセンさんいいですね。ジョーさん悪くはないかな。まあもうちょっとね打率欲しいんですけど、まあ今年出てきたルーキーって、まあ、2年目だけど、まあ、今年実質1年目なんで、まあ、仕方ないかな。そして城島さん、前任のね実力考えるともうちょっと打ってほしいよね前の人がすごすぎるだけなんですけれども、さあということでやっていきましょう。さあ相手ピッチャーは誰だ。中川さんか。さあそして不調多い。今日は坂本さんショートで使っていきたいですね。そしてキャッチャーには山瀬さん置きます。はい、さあじゃあこのオーダーで、いや違う、今日はね若様使いますよ。じゃあこれでいきますかね。さあ横浜 DeNA ベイスターズ対読売ジャイアンツやっていきましょう。やっぱハマスタだからな。なんかすごいね混沌とした試合になりやすいイメージあるんでハマスタはね。いやどうだろうね、勝ちたいけどな。ハマスタまだ行ったことないんですよね。行ってみたいですね、まあ行ってない球場の方が多いんですけど、あのヤフオクドームとか。さあ勝見頼むぜ。さあ4勝9敗っぽいからね、まあ、やっぱ最下位のチームは少数損するよな。さあ若様も流し打ち、流しでいこう。ないバッチ OK、 いいね。なんか栄冠9になりすぎたせいでさ、あれ取られるイメージなんだよね。栄冠9ってさインフレするからね、強くなると相手がまずい。はい、これはちょっと栄冠よりすごい。栄冠ってなぜかゲッツーの処理だけ遅れるときあるよね。いやーちょっとジークさん厳しいね。さあ前回前々回とヒンダだったからね、厳しい。9回までで限定すると2試合連続完封だからな。まあ、2個前の試合はさ12回ツーアウトからサヨナラホームランだったけど、あやっぱ堀野厳しいな。堀野で投げてると軽い球持ちなんかなってさ勘違いするぐらいには飛ぶよね。実際伸び B なんだけど飛びすぎでは飛びすぎではないかろうか。これさあ坂本さんのねショートに入れだけでちょっとね心が強くなりますね。本当にキャップの数だけ強くなれる。負けだわ。
勝った試合基本的に全試合完封だからね。基本的に全試合完封なんですよ、動画で勝った試合。今シーズン点取られた時点で負け。つか堀野さん3試合目だけど2試合とも負けてるんだよな。堀野さんちょっとなんだろう、今年ダメだね。なんか巨人の若手ピッチャーあるある状態言ってる。若いうちにさ、なんか規定未到達ながらまあまあいいピッチングして、次の年に化けの皮剥がれるっていう。力負けしてるよね、普通にハッ飛ばされてるもん。 OK、 よかったよかった。これ以上取られたらちょっと厳しかった。さあ一応6勝してるんだけど引き分けするのさか。すいません、相手チームぐらい飛ばしてくれませんかね。相手4勝9敗 P なんですよね。サイドモンド、厳しいな。いやちょっと語ることがないレベルで打てないね。すげえボテボテ選手権って感じ。いかにボテボテの打球打てるかって選手権になりつつあるな。さあ行きましょう。堀野さん頑張れ。ナイスボール、いいね。さあ5点台突入しちゃったよ。またホリノの球だけはポンポン飛ぶんだよな、本当に。なんでだろう。さあ行きましょう。さあ相手の打球はポンポン飛びます。 OK、 ナイスボール、いいね。いやー素晴らしいピッチング。まだ4失点ならいける。 OK、 ナイス。ここまでは悪くないね。2回が終了しまして4対0ホリノ、この回さらに2点を失いました。さあキャップ頼む。ああ打てない。さあ流し打ちじゃなくて見ていけ。さホリノさん見ていけですね。山本由伸さん現在三冠ですね、ここで見れる限り。ただ西さんと少数は並んでますね、やっぱ広島か。ちょっとせめて四冠取らせてあげたいけどな。 OK です。いやちょっとずつ適応してきてるね、まあ、6回4失点ぐらいだったらまだ見れる。でも体力的に厳しいか。いやさあ桑原さんをねじ伏せていく。 OK、 目覚めたね堀野さん。ここからは大丈夫。サイドモンドさん、ヒーリーさんに置いてかれてますが、岡本さんが打点数で抜いてる。打点を入れ替わるね、前動画ずつ。それちょっと空振る、それ早く振るような球か、それ。そんななんかさ、チェンジアップ振らされたようなスイングだったけど。さあ、2試合連続、いや、3試合連続ノーヒットノーランチャレンジある、これ。ありそうだね。サモリオさん頑張れ、いけ。入ってるらしいっす、あれ。まあ入ってるならセーフ。 OK、 いいね。打たれて取るだね、打たせて取るを超えた。打たれて取るとは芯で捉えられるような当たりをね、偶然正面に行くのを祈るように投げる投球ですね。ハンセン、ハンセン、何してるの。あの、ね、正直言ってね、口数少なくなりそうだよな、語ることないよな。あの別になんかあのなんか しゃべるのが嫌だとかじゃなくてさ、だってこっち淡々と打たれてこっち淡々と凡退するから語る内容がないっていう悲しい事態。サイドモンド、ボテボテ選手権開催。これはあれだから、相手にいかに打たれてこっちはボテボテのゴロを打つかの選手権だから、決して野球の試合ではありません。はい、外野に飛んだっけ。またサムネで外野、打球を外野へってサムネする。これ外野に行ったっけ。が行ったよね、さすがに行ってるよな、忘れてるだけで。三振三振、あセンター前、あセンター前だったな。あそのあとゲッツー打ったんだ。うん、あそっか、あそっか、ゲッツー打ってるからか。なんか打順的にノーノーだなって勝手に思ってた。打ってたわ、せ若様が、じゃあ1本出てるね。でセカンド併殺、ショートフライ、投手ゴロ、ピッチャーゴロ。投手ゴロってなんだ。三振、ピッチャーゴロ、ファーストゴロ、セカンドゴロ、サードゴロ、三振三振三振。はい、若様以外飛んでません、外野に。頑張れ。第4球を
投げた、低めボール球打った、よし、OK。今これで僕が外野に飛ばした数と並んだからないでさ、堀野ここまで投げ切れたらでかいぞ。さあ、時は5球目、投げました、打ちました、 OK。 いやいや、堀野さん、とりあえず5回投げ切ろう。5回投げ切ったらでかい。バッターは4番、まあ4点台無理そうだけどな。第9投げました、打ちました、よし、OK。 これはセカンド正面、よく頑張りましたというほどの内容でもないけどね、監督によっては酷評されるレベル。さあ、キャップ、じゃあここ見ていけ、3連発いくか。一発勝負さ、ランナー溜まったら使いたいっていう考えなんだけど、見逃し三振なんての方が空振り三振だからな。あ、今勢いで堀野さんも押しちゃった。じゃあ堀野さん続投だな。堀野さん続投、もう体力尽きるまで投げろ。ハンセン、ハンセン、ハンセン、それ取れたろ、さすがに。それはさすがに取れたろ、ハンセン。ダメか。さあ、ここまでだね。体力尽きてるわ、さすがに。よし、 OK、 交代。さあ、勝見の肩弱い。勝見の弱点だよな、この肩は。そしてポロるな、そこで。栄冠ナインの魔物使われた時並みにすげえ場所で今ポロったよね。さあ、大沼君行こう、ロングリリーフ。よし、させる。させませんでしたね。まあ、キャップはもう守備衰えてるからな。これは出場させた僕がの責任ですね、うん。いやー、どうだ、 OK。 さあ、采配自体は4連続で当ててますね、三振。さあ、一発勝負、ランナー出してから使うってもう俺は決めてるから、意固地になってでもそう決めてる、もうそう決めてるから。ランナー出たら使うって決めてるから、もう誰にどう言われようと俺はそうするから。この回も3本、ヒット一応1本出てんだけど、7回裏の時点で、8回表の時点でさ、4番から始まるってことはノーヒットノーランと同じペースなんだよね、一応ね。ゲッツーだったから、あのあと。OK。さあ、どこまでいけるかな、小沼さんは。ナイスボール、いいね。ノビエフとは思えないぐらいにはいい球投げてるよ。よっしゃ、オッケー。ほんと序盤がもったいなかったね、まあ仕方ない。さあ、歴史を築きましょうか、もう一馬さん、頼みますぜ。采配当ててもこれだからどうしようもない。エドモンさん、走れ。あー、ダメか。助っ人外国人3人衆の中で一番足速いはずなんだけどね、エドモンさん。それで無理だったら多分無理だわ。三振、厳しい。そのままさ、サイニング行こっか。OK、ナイスボール。さ、大沼さんが一応投げ切れるかってところだね。いいんじゃないの、大沼さん、普通いいピッチングしてるよね。さあ、そして、ああ、長く投げさせすぎたかな、さすがに。いや、入んない。これは問題、デュークの総力。よーし、 OKOKOK、OK、 まあ、これは仕方ない、一発勝負使われたらね、それはね、敬遠でいいんじゃない、どうせ。そうだよね、ピッチャーのままだもん、ここを抑えればよし。はは、つっちゃった。ピッチャーって采配打てた、当てたからといって簡単に打てるものか。采配当てただけで打てるんだったら俺もっと打ってるよ。交代かな。小沼さん、お疲れ。いや、もう頑張りました、本当に。スナイダー、さあ、頼む、スナイダー頼むぞ。抑えてくれればそれでよし。まあ、他人のランダーだからね、セーフということにしておきましょうか。ランダーっつったね、今、ランダーじゃなくて。さあ、ここは何としても抑えたい。 OK、 よし、ようやく終わった。ようやく過ぎたけど。
さあキャップ頼む。振ってよ。さあ代打、代打で大城さんかな。ここはビッグキャッスル、9回ツーアウトになったら使いまし、一発勝負。もしランナー出なかったらの話ね。よし、ついに出て OK。 さあここから反撃だ。さあ代打、若さもいないんだよね。佐竹かな。もう佐竹ここがラストチャンスな気がするけど、ここで打てなきゃもう無理でしょう佐竹は。まあ2軍ですね彼は。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。まあ勝てませんでしたね。まあ次頑張りましょう。はい、ということでチャンネル登録高評価しない方がいたらぜひともクリックよろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンクが概要欄に貼ってあります。ぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ちょっとね噛みまくりましたね今日の配信ね。あ、動画か。次回は噛まないように頑張ります。ではお疲れ様でした。さようなら。じゃあね。